を手合わせしてもらえるかな。リーファさん、もちろんいいですよ。ああもう、リーファさんとかやめてよ。あと丁寧語も。私たちって生きてる年代は違うけど、同じ年くらいだって分かったんだしさ。そう言われても、女性に対していきなり呼び捨てというのは。いや別に呼び捨てじゃなくても。そうだね。じゃあ親しみを込めてリーファちゃんって呼んでよ。ちゃん。同じ年のちゆりちゃんはちいちゃん、ちゃん付けで呼んでるでしょ。ちいちゃんは昔からの幼なじみだから。いいじゃない、私もそう呼んでくれたって。あ、そうだ、ちーちゃんに対抗して私はりーちゃんって呼んでもいいよ。そんな慣れ慣れしい呼び方は僕にはできないよ。たくむくんは堅物なんだね。あ、いいこと思いついた。今からするデュエルで勝った方の言うこと何でも聞くってのはどうかな。つまりリーファさん、リーファちゃん、リーちゃん、あなたが勝った場合はそのように呼ぶと。そうだよ。じゃあ僕が勝った場合は。それはたくむくんが決めることだよ。勝った場合に備えて考えておいてね。はい。私ね、たくむくんとの手合わせいつも楽しみにしてるの。剣道をやってる同士だからかな。実際に試合してるような、そんな凛とした感じになるんだ。リーファさん、そう言ってもらえると嬉しいです。いつか本物の剣道の試合にやりたいですね。はっ、はい、はっ、手加減はしないよ。ふっ、はっ、はっ、やっ、へ
負けちゃった。たくむくん負けたのに笑ってるね。正々堂々と真剣勝負をして負ければそりゃ気分だっていいさ。あ、見て、新しい技を習得できたみたいだよ。本当？よかったね。たくむくんの技を見させてもらったおかげだよ、リーファちゃん。でもあれは僕の心の傷が作り出した技だから、そんなに褒められるようなものじゃないんだよ。ううん、私は違うと思う。たくむくんの武器は心の傷から生み出されたものなんでしょ。うん、その辛い記憶に打ち勝とうとして頑張って作り出した必殺技なら、それはきっと誇っていいものだと思うよ。だからあんまり自分をいじめるのやめた方がいいんじゃないかな。そうだね。うん、ありがとう。もう少し自信を持って生きていこうかな。うんうん、それがいいよ。よし、そうと決まればもう一本。うん、望むところだよ。次は僕が勝つからね。